はい、産卵させるためにね、はい、親鯉をね取り上げてみました。堺のねトマホークです。ただそんなひょろっとしててね、卵をねどのぐらい持ってるかがちょっとわからないんですけども、あとこっちもね堺の紅白なんですけど、これもね骨格いいのでこれでね、産卵ねさせてみたいと思います。堺の三家なんですけどもね、色はね、飛んじゃってるんですけど、これも毎年いい子を出すので、骨格もいいですし子を取りたいと思います。三家とね紅白ですね。親鯉のね池です。オスとメスを分けてたので、今度はねオスの親鯉をね、取り上げたいと思います。はい、オスの親鯉ね、オスの親鯉ですね、今あげてるのはこういうのとかね、オスの親鯉あげてます。墨がね、綺麗な3色。はい、紅白いいだ2匹ぐらいで十分かもしれない。紅白オス親ですね。2本ぐらいかな。それもっと紅白みんな持ってったら、3色は3本ぐらいかな。オスメス2本いた、あ、そうだね、3強、戻してて、そ、は、端っこ行ってて、俺こっち徐々に出すから、徐々に出すから。あっつはいらんけどな、アヒルのオス。あれ、サンキュー、あっついだ。うん。よし、ご飯、お客さんか。混ぜるんだったら、あ、じゃあこっちのちっちゃい方する。
親森トマホークですね。少しほっそりとしてるんですけどもね、骨格とか、紅の色がね淡い感じの紅白で、まあ大型にねなることも期待できますしね、楽しみなね親の一つではありますね。オスですね、オスのこの片隅のやつね、しっかりかかってもらえればね。メスはね色が抜けてるんですけどね、ガタイがしっかりしてるので、まあ、この声のねいいメス親になるでしょう。はい、どうも。オス親ですね、オス親、堺のオス親と大日のねオス親に、まあ堺のねトマホークを、かけてね、産卵してみたいと思いますね。早速放流してね、今日放流したんですけどもね、初日に卵を産んじゃいましたね。あそこにもうびっちり、卵がねついてます。こっちもね触発されて、卵産卵行動をねしてますね。こっちもねこれから産卵すると思うんですけど、オスがねメスをね追いかけて、明日の朝にはね産卵してると思います。産卵ね初日に、しましたけども、これから、まあ、卵がね腐ってしまったりとか、いろんなね悪条件が重なったりとかして、まあ、失敗することもね、多々あるんですけども、まあ、明日とかねまたこちらのね産卵してないところもねこれから産卵して、またね、卵が腐らないようにね無事に、孵化することを、祈るばかりです。状況次第なので、まあなんともねその時になってみないと分かりませんけども、まあ第4弾のね、産卵作業ですけども、これでね、今年の、産卵は終了になるとは思います。親鯉はねまた来年に向けてね野池の方でいっぱい餌を食わせて太らせてね、来年の6月頃にまた産卵を迎えるように、あの沼の方でね保養していただいてね、また来年ねいい卵を埋めるようにねしたいと思いますのでね、また他のところのね稚魚、5月の末に産卵している稚魚もねメダカ以上のね大きさに今なってますので、そちらの選別とかがあと10日そこらでね始まってきますので、その選別の動画とかもお送りしたいなと思いますので、チャンネル登録していただきましてね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではね、さようなら。